皆様こんにちは、尺八演奏家の田辺しおりです。 YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、初めての尺八第4弾ということでメリオンをやっていきたいなと思っております。メリオンとは何なのか、そしてメリオンを使った指使い、その吹き方ポイントなんかもご紹介できたらと思っておりますので、どうぞお付き合いください。ちょっとね、長くなっちゃうかなと思うんですけれども、まあ、この動画を一通り見ていただけたら、メリオンはなんとなくお分かりいただけるんじゃないかなと思っております。はい。ではですね、早速やっていきたいと思います。それでは動画スタート!はい。それでは早速やっていきたいと思います。まずはですね、メリとは何なのかというところから、スタートしたいんですけれども、まあ、この動画をね、ご覧いただいている皆様には、ちょこちょこ、聞いてる言葉かなと思いますけど、このメルというのはですね、首を傾けて唇を楽器に近づけて音程を下げる動作のことを言います。ちょっとやってみますね。はい、今日はこのメルという動作を使って、メリオンをねの指使いをやっていきたいと思いますけれども、指使いに行く前に、まずこの動作で音を鳴らせるようにしなければならないので、そこからスタートしていきたいと思います。どうやってメルかですけれども、まあね、首をこう動かすのはいろんな方向に動かせますよね。ただ、この首を使ってできるだけ音程の幅を取れるようにしたいので、真正面に落とすのではなく、斜め下に動かしたいと思います。そうするためにはですね、まず、これはもうご自身が動かしやすい方で大丈夫です。どちらか右か左かのこの辺りですかね。ここら辺を支点にして、私の場合は、皆様から向かって右ですが、左側ね、を支点にしてます。なので、ここは離さずに、首を傾けて、唇と楽器を近づける。分かりいただけますかね。この時に注意する点は、まず一つ目、ここを動かさない。ここがね、浮いちゃうと何の意味もないので、ここは動かさない。で、傾ける時に、唇とね、楽器がどれぐらい触れ合ってるかっていうのを感じられますかね。ここを感じていただければと思います。唇の厚さとか、この顎のお肉の感じとかっていうのは、人によって全然違うので、どれぐらい、傾けるかっていうのが変わってくると思いますけど、まずこうやって押し付けるだけでも音程変わっちゃうものなんで、まあこの作用も使いつつ、楽器がね、唇にぐーっと押し付けられるような感覚です。私の場合は。これで半音ぐらいはしっかり下がると思います。で、この時もう一つ注意するポイントとしては、首を傾けた時に、息も同じように傾けた方向に一緒に持ってってあげてください。息がそのまままっすぐ通常通り出てしまうと、傾けてるのに息がまっすぐなので、雑音がすごく増えちゃうんですよね。お分かりいただけますか?なので、息の方向も首と一緒に、下の方に、斜め下の方に。はい。で、ここで音が途切れてしまう方は、息が外れてしまっているので、まず初心に戻って、なんで音が鳴るのか。まあ、ここを狙わないと鳴らないんですよね。なので、まあ、どこかずれちゃっていないか、
あとはここら辺がね、変な風に動かしたいのは首、この唇と楽器の接地面だけなのに、いろんなところが動いてしまっていないかっていうのを確認しながらやってみてください。それから息の量はちょっと抑えてあげると吹きやすいかと思います。まあ、ここが狭くなるので音量もちょっとちっちゃくなると思います。まあなので練習する際はね、ちょっとこう優しめの息目でもいいかもしれないです。まあここを狙ってあげつつ、この唇と楽器の接している部分を感じつつちょっとやってみてください。そんなにね簡単ではないことだと思うので、まあこの動画はつるっと一本いってしまいますけれども、自分のペースでね、何度か見直していただいて、その都度進んでいただければと思います。じゃあメリオンが鳴ったとして次に進みましょうか。それでは、メリオンを使った指使いですけれども、先にちょっとこちらをご覧いただきましょう。ロツレチハが並んでる間にですね、目がついているもの、それからロツレチハ自体が小さくなっているものがあるのがお分かりいただけますでしょうか。これらはですね、メリオンの指使いになります。で、この呼び方ですけれども、目とついているものをメリ、まあ全部メリなんですけどね、つのメリ、歯のメリと呼びます。で、文字自体がね、ちっちゃくなっているものを半音と呼びまして、歯の半音、地の半音、レの半音、つの半音みたいな感じでね、呼びます。まあ名前はちょっともう覚えていただくほかないんですが、このメリオンというのはね、首の動作と指の動作、ダブルで使って作っていきます。で、これもパターンがありますので、ちょっとこちらご覧いただきましょう。このメリのね、種類には1音メリと半音メリっていうのがあって、まあそもそもそのロツレチハの全音と呼ばれるその基準になる音からどれだけ音が離れているかというところでその名前がつくんですけれども、まあ例えばつで言うと、つのメリは半音メリになります。お隣さんなので半音ですね。で、つの半音というのは、半音が2つ分、1音分離れてますので、1音メリと言います。で、まあ、この表で言うと、上の2つのグループが半音メリ。で、一番下のつの半音と歯の半音が、1音メリになります。ここで注目していただきたいのが、メリの角度と指のかざす、もしくは閉じる割合に、変化が出てくるんですけれども、このメリの角度というのは、いろいろなやり方があって、私の場合は、1音メリも半音メリも両方同じ角度でメっております。ですが、私が参考にしている教科書は、半音メリは軽くメリ、1音メリは深くメルというふうに書いてありますし、いろいろな方に伺ってもですね、それぞれなんですよね。なので、どちらがいいと、一概に言えるわけではなくて、皆さん好きな方を選んで、やっていただければと思います。で、この指のね、かざす、閉じるというのも、それぞれなので、そのぐらい空いていれば OK という感じなのかもしれないですけど、まあ私はこう分けあって、この今やっている閉じ方をしておりますけれども、そのあたりはね、いろんなパターンがあるんだと思ってご理解いただければと思います。はい。ではここから1音ずつやっていきたいと思います。つのメリからいきます。歯のメリ、地の半音、レの半音。
半音。歯の半音。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、メリ音っていうのは、なかなか高度なことをやっておりますけれども、これもまた訓練が必要なトピックかなと思ってます。チューナーとか、まあピアノとか楽器がある方はね、そういうもので音を鳴らしながらとか、自分だけじゃなくて、その何か確認できるもので、訓練していかれるといいかなと思います。メリ音で気をつけなければいけないことのもう一つ、ポイントがあるとすれば、このメル動作は下げる動作ですけれども、戻すという動作もね、非常に重要になってきます。基準となる音自体が狂ってしまうと、全部が、まあ、ね、崩れしてしまうので、必ず、まあ、ロズレチ波の基準となる音っていうところはしっかり鳴らして、そこからどれぐらい離れているかという距離感みたいなものをね、身につけていく。のが重要になるかなと思うので、そのメル動作プラス戻す動作気をつけてやってみてください。はい、ある程度音程が鳴るようになってきたのであれば、知っている曲を吹いてみて、それで音を確かめるっていうのもいいかなと思いますので、ここはまた根気よく続けていただければと思います。おまけの演奏はね、今日は本曲を吹いてみようかなと思います。登山流の本曲の光月調という曲をね、吹いてみたいと思いますけれども、まあ本曲はとってもとってもいろいろな技が組み込まれている難易度の高いものですけれども、メリ音もね、たくさん出てきますので、ぜひ、どんな風にして吹いているか、見ていただければと思います。抜粋してお届けします。それではお聴きください。今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。